夜明けの街で、は、東野敬語による日本の推理小説。角川書店発行の、野生時代にて2004年9月号から2007年4月号まで、連載され、その間の2006年2月号には、番外編が掲載された。2007年6月30日、同社より、単行本が刊行されたが、東野の同社間の単行本は2003年の、殺人の門以来、 4年ぶりであった。横浜を舞台にし、不倫を軸に置いた作品。サザンオールスターズの楽曲、ラブアフェア秘密のデートに、眼下されて書いた作品でもあるため、ところどころ歌詞に沿った話が出てくる。2011年に、若松節朗監督、岸谷五郎、深田京子主演で映画化された。運命的な出会いでもなく、バッティングセンターで出会った渡辺と秋葉。 二人は出会いを重ねて深い仲になっていくが、渡辺は秋葉が高校生の頃に起きた、ある殺人事件の関係者だと知る。犯人は未だ捕まっておらず、秋葉がその事件の容疑者扱いとされていることも知る。事件はすでに15年が経過しており、3月31日が終われば、時効を迎える。自分が築き上げてきた家庭が壊れることを恐れながらも、秋葉に惹かれる渡辺は、 その事件と関わりを持つことになる。2011年10月8日、角川慶で公開された。監督は若松哲郎主演は岸谷五郎。港未来でロケを行い、撮影課況の2011年3月11日に、東日本大震災に見舞われたものの、セットの被害はわずかで、撮影は余震の続く中続行された。 全国147スクリーンで公開され、2011年10月8、9日の初日2日間で、公衆3、315万4800円、動員2万5177人になり、映画観客動員ランキングで初登場第8位となった。2011年公開だが、2010年の時効撤廃に伴い2009年を作品の舞台と設定している。 ありがとうございます。